よいしょよいしょ、でかい。どうもハズムです。本日はですね、人生で初めて絵画、絵をですね購入したので、こちらをご紹介していきたいと思います。ご紹介といってもそんなに詳しいわけではないので、開封しながら一緒にご覧いただければなと思います。今回僕が購入したお店がこちら、ノイズキングさんです。結構ネットで絵画を買うというか、アートを売ってるところとしては有名なのかなと思います。ダンボールです。よいしょ、開けます。お、ほら迷彩と、あ、ステッカーとかがたくさん、たくさんというか、たくさんか、入ってますね。今回購入したのがこのカリーさんという方の絵で、これも多分同じカリーさんの作品だと思います。僕の動画でもちらっとお名前を出したかもしれないんですけども、大阪のアーティストさんで、僕は初めて知ったのは大阪に行って、TMC のイーグル野村さんに、古着屋さんとかをこうちょっと一緒に回ってくれたんですよね。ここいいですよみたいな感じで、でその中で有名なお店だと思うんですけど、ピグスティさん、アメ村のピグスティさんに行った時に、そこ の入り口前 の壁画みたいのがあるんですけども、そこにカリーさんの絵が描いてあって、そこで初めてカリーさんっていう方の存在を僕は知ったんですけども、大阪の方とか、あとそういうアートとかに興味がある方とかは皆さん多分知っていらっしゃるくらい有名なアーティストさんだと思います。で、僕の動画ではイマジンさん、大阪のイマジンさんにお買い物に行った時に、宮城秀隆さんとカリーさんがコラボレーションみたいな感じで絵画展示したり、 T シャツ置いてたりで、僕はそこの端に置いてあったバンダナシャツを買ったんですけども、その時にちらっとお名前は動画で出したかなと思います。なんで今回絵をね購入したかというと、前回の動画でですね、こう部屋の中をこう一通りお見せしたと思うんですけども、いろいろ家具を買っていくにあたって、やっぱりちょっとこう絵も置きたいなというか、なんていうんですかね、インテリアの一部としてちょっと飾りたいなっていうのがあって、何の絵がいいかなって思った時に、なんかそのピグスティさんに行った時に、なんかそのカリーさんとかそういうのを知らなくて、単純に見た時にもうシンプルに面白いな、面白い絵だなと思ったので、今回ちょっとカリーさんの絵を購入しました。で、そのカリーさんの作品の中でも僕がね一番いいなと思ったというか、多分人気がある作品だと思うんですけども、これがすごい好きな感じだったのでお見せしていきたいと思います。おー、よいしょ、おー、すごい迫力が、こちらです。こちらカリーさんのノーボーダーという作品でして、その名の通りですね、ボーダーを着たキャラクターが、本当にジャンル問わずこう描かれている作品で、確かフィグシティさんで見たやつもそのノーボーダーの人数が多いバージョンだったかなと思います。で、こちらに関しては右端からカートコバン、ガチャピン、これマクドナルドのキャラクターですね。なんかハンバーなんとかって言うんですけど、ちょっと忘れちゃった。書いておきます。と、僕が好きなウォーリー。ウォーリーすごいな、目が。ギョロッとしてるな。で、左端がフレディですね。フレディはもう僕は馴染みないんですけど、その辺も含めてノーボーダーということで、ちょっと僕も今、ボーダーを着てるのはその理由なんですけども。これね、サムネかな。ノーボーダー。で、今回僕が購入したのはキャンバスの作品で、このアウトラインだけステンシルでこうスプレーでペイントして、で、こういう細かいところの色に関しては、カリーさんが直接ペイント、アクリルでペイントしてるみたいです。こんな感
じです。額縁も家具の職人さんが一個一個なんか作ってくださっているものみたいで、ちょっと時間がかかったみたいです。でもキャンバスにすごい合ってると思います。まあ、まだちょっとどこに飾ろうか悩み中で決めてないんですけども、まあ、この部屋の中に飾ろうかなと思います。まあ、飾った際はインスタグラムなんかにこう写真をアップしようと思いますので、まあ、ぜひ見ていただければなと思います。はい、ということで本日は人生で初めて絵を購入したという動画でした。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。